月のフレッシュマンは阿蘇市内巻にあります内巻保育園の保育士さんをご紹介します。よろしくお願いします。お願いします。まずお名前と年齢、そしてお住まいの地域を教えてください。奥村ゆいです。20歳です。宮地に住んでます。奥村先生、ゆい先生ですね。こちらにお勤めになってもうどれぐらいになるんですか？今年の4月から働いてます。はい、じゃあ本当にフレッシュマンなんですね。園児のクラスは何歳のクラスを担当されているんですか？0歳児のひよこ組さんを担当してます。はい、じゃあもう本当に赤ちゃんクラス。はい、赤ちゃん。どうですか、お仕事の、まあ、大変なところもあると思いますが、やりがいとか保育士の魅力って何でしょう？なんか昨日までできなかったこととかができるようになったりする姿を見るとすごい嬉しいです。ゆい先生はどうして保育士になろうと思ったんですか？幼い頃から保育士になりたくて今ここで保育士やってます。また地元の保育園というのもやっぱり就職の時にはちょっと選ぶ理由は何だったんですか？もうずっと阿蘇でしようとは思ってました。阿蘇が好きなんですね。阿蘇がいいです。はい、ではちょっと個人的なこともお伺いしますが、まだ20歳ということで結婚願望とかはどうでしょう、ありますか？あります。何歳ぐらいまでとか？28。あ、まだまだあります。はい、やっぱり子供が好きなので子供とかたくさん欲しいです。はい、自分の子供が欲しい。そうですよね。どんな人がタイプですか？優しい人がいいです。はい、優しいお父さんにもなれそうな人がタイプなんですね。ではもし阿蘇市でどこかそんな人とお出かけするならどこに行きたいですか？山とかにドライブに連れて行ってほしい。いいですね、これからね行楽の秋なので。チャンスがあったらぜひ行ってみてください。はい、では最後にあちらのカメラに向かって職場の PR をお願いします。内巻保育園の先生方はみんな優しく明るく子どもたちのことを第一に考えている人たちばっかりです。保護者の皆様に安心してお子さんを預けられるように日々努力しています。今回は内巻保育園の奥村ゆい先生ご紹介しました。では最後あちらのカメラに向かってフレッシュマンのポーズでお願いします。いきますよ、せーの、フレッシュマン。